今回はチカのワークスタイルでございます。おお、これです。初めてかって。おい、カリスマ。あ、似てたわ。下手くそ。本当だな。はい、はい、オッケー。スーパーノーバー。エスパにハマってますね。すいません、ちょっと生い立ちとかいろいろ聞かせてほしいんですけど。それもう終わってるやつ。終わった。それ前終わってるやつ。ワイロックチャンネルじゃないですか。はい、違います。違います。なんか見たことあるなと思って、はい、そう、確かにね、はい、すぐ気づけましたけど。ってことで、こんにちは。はい、こんにちは、はい、早くも3回目やってきましたけれども、はい、来ましたね。はい、皆さん大好評いただいてるはずでしょう。でしょう。3回目を迎えました。はい、はい、まあ、コーデをね、紹介していただく企画なんですけれども、はい、今日のコーデはアイテムなんでしょう。はい、今日は私個人的にも思い入れの強い G1 件でございます。タウンクラフトのダービーベストですね。うん、ワイパー別注。これはね、やはり私コーディネート本日テーマあります。お、やっぱこれね、ワークっぽいスタイルが多いんですよ、うん、でアメリカの背景としても結構チカーノというかちょっと悪い感じのもあるんで、はいはいはい、今回はチカーノワークスタイルと言ったんです。お、はい、あのメキシカン系のアメリカいるんですよ結構こういう人たち。 なんでちょっと悪そうなワークウェアスタイルですね、うん、サングラス乗ってるし。そうそうそう、これも色もね、あ、イエローでね、ドジャース。そうなんですよ、ちょっと遊び心あるでしょう。やってますね。そうなんです、はい、だからもうザ武骨って感じですけど、うんうん、まあ、それが一番合うなっていうこのベストに関しては、うん、だから個人的にはもうこのスタイル大好きですね。かっこいい。はい、ウォレットチェーン。ウォレットチェーン、これも実はミリタリーのリメイクのやつですね。あ、スマホのやつですね。そうそう、それをあえてちょっとウォレットチェーンとして使ってるのが最近のマイブームです。ちょっとした、うんうん、こういう遊びもね、聞かせるのがありなんじゃないかなと思って。はい、いいです。まあ、サイズは M サイズですけど、 ML、XL で皆さんご覧いただいたと思いますけど、うん、結構重宝聞くというか、うんうん、遊びがいがありますね。シンプルで黒だから、うんうん、一見もう地味になりがちなんですけど、みんな同じようになんかサイズで遊んだりとか、うん、ギミックを生かしてとか、なんかすごいファッションおしゃれが楽しめるベストだと思いますので、皆さん今年の秋、うん、ガンガン着倒して楽しんであげてください、うん、はい、お姉さん。ちょっといいですか、お時間。みたいな街頭スナップありますよね。クスオさんですかね。それをイメージしたんですけど、今日はダービーベストのロケを今しておりまして、もう定番になりつつある本日のコーデ紹介をしてもらおうと思います。リナ、本日のコーデ教えてください。スウェットに、はい、ジーパンに、はい、これです。初めてかって。やけどベストの、まあ、定番スタイルというか鉄板スタイルですね。サイズはダービーベストは XL です。 XL、 そうなんですよ。レディースの女性陣の大きいサイズ枠はリナなんですよね。なんでこうオーバーサイズでストリートっぽく着るのが得意とされるリナのコーディネート。ただね、別のベストの時も言ってましたけど、やっぱベストの鉄板はフーディー合わせですからね、うん、もうそれをベーシックに表現してもらってますんで、まあ、女性でこのダービーベスト、ちょっと男臭い感じのイメージあると思うので、まあ、オーバーサイズ気味にすればちょっと可愛らしくもなるのかなという感じですね。参考になると思います。はい、はい、丸に来てもらいました。こんにちは。こんにちは。サイズ教えてください。 XL でございます。はい、今日のコーデは、うんうん、ナンバー2のプレスパンツ、はい、で、うん、アーミーのちょっと前に発売してた、再販してたデニム、はい、で、ダービーです、うん、はい、最近ちょっとオフィサーパンツハマってますね。大人なんですね。そうですね、ノーキャップでオフィサーパンツで、前回も言ってますけど、はい、大人な感じで、やっぱ誰もやってないことを丸が担当してやってくれてるわけですね。はい、そうです、はい、やってます。だけどいいですね、どことなく小切れですけど、ワークっぽくも上のデニムのシャツが表現してますし、はい、普通のオックスフォードシャツとかでも全然ありでしょ。あ、確かに、はい、その白い靴はこれはコンズっていう。あ、コンズか、まあ、コンバースの US ライン、はい、まあ、海外ラインヒールスタートタイプです。まあ、けどまさにね、本日10月4日ですけど、秋口こんぐらいのスタイルだったらから着始めれて、冬も着れるんで、やっぱベストはね、はい、着用期間が長いのが魅力ですから、使えるアイテムだと思います。はい、はい、ありがとうございます。
マイクつけとる、今勝手にマイクつけたので、はい、よしウッディー、ウッディワンコちゃんのように、ウッディウッディおいで、ウッディおいでおはようございます。さすがっすね、エルエルと。いやいやちょっとベストを食うぐらいの、はい、持ち帰らないでこのコーディネートこのコーディネートボトムスに目がいっちゃうなこれまあまああとね、あそうですか。いやいや番長、じゃあ着用サイズをまず教えてください。着用サイズはね、こちらのダービーベストは今 L サイズを着用しております。はい、コーデのポイントは、コーデのポイントは、まあ、ダービーがやっぱり黒なんで、うん、まあ、一応白調を持っていきながら、ちょっとやっぱこのコントラストの対比っていうところを着目してます。はい、いやー、はい、かっこいいね。あとは遊び心を満載なこのねイラスト入りのなんかパンツに合わせて、ちょっとなんかね、シンプルすぎないような大人のね遊び心を入れております。足元もレーザー革靴ですもんね。かっこいい。そうです、うん、やっぱね、秋なんで、はい、気分は革ですね。はい、はい、おしゃれの秋ファッションの秋体現してくれております、エルエルウッド。いやとんでもないです。秋はね、本当おしゃれを満喫する一番の、季節なので、はい、いっぱい着こなしをしたいんですね。あとこのね、カバーオールがヘチマ、襟がヘチマなんですよ。はい、なんでこんな感じで、ちょっとなるほど、ここね、感じで、ね、首寄りで、ちょっと遊べるっていう、ね、はい、こんな感じで。さすがみんな遊び方上手ですね。はい、なるほどね。そうなんですよ。だけど、ワイパーでも多分ね、ヘチマのカバーオール、ね、うん、近日発売されると思いますけど、はい、そう、そういったね、ヘチマと合わせても、このダービーですと面白いんじゃないかな。やっぱり LL とはね、今日も休憩中、信号待ちしてる LL、エルエルウッドと対峙したんですけど、うん、目立つ、うん、やっぱ知り合いじゃなくてもね目立ちますね、はい、やはりミッキーは。いやいやいや、目がいっちゃう。そうでしたが、はいはい、おしゃれ、笑われましたもんね。おしゃれな親父いるなと思って見てましたよ。いや同じこと思った。あざーす。なんやこれなんやこれ、もうなんやこれ二人で褒め合う、はい、こんな感じです。はい、ありがとうございます。はいはい、はい、オッケー、スーパーノーバースーパーノーバーエスパにハマってますね。はい、はい、お、公園に綺麗なお姉さんがいます綺麗なお姉さんに声をかけてみたいと思いますはい、ということでモモですね。こんにちは。はい、まずベストのサイズを教えてください。ベストのサイズ、M サイズです。 M サイズで、はい。そして、はい、今日のコーデのポイントは、今日のコーデのポイントはですね、はい、ダービーベストなんだけれども、はい、ちょっとこうなんか綺麗にまとめてみました。はい、さすがやっぱモモ綺麗枠担当ですからね。はい、カラーリングとかね。これはね、なんかコーデする前からけどモモちょっと苦戦してましたよね。苦戦してたなんか王道でいくとざっくり、はい、なんかこうスカート的なのに、はいはい、うん、ワンピースとかにざっくり羽織っても可愛いかなと思ったんですけれども、うん、まあ、それはいつでもできるなと思って、うん、今日はミリタリーで合わせました。はい、ミリタリーのオフィサーパンツにです、ね、やはり革靴を持ってくるから締まってますもんね。でこいつもイタリア、イタリア、さすが、もうなんかね、イタリア軍といえばモモみたいな。そう、イタリア軍大好き、はい、ですね、ですね。これはまあアンダーウェアみたいな感じなんですけど、はい、す L サイズで着てるんで、うん、ゆったり着れますね。はい、秋とか、まあ、春とか、うん、いつでもおすすめ、はい、って感じ。ベストは袖から出るこの袖がボフッとしてるのが可愛いと思う、うん、珍しいね桃らしからぬ、ね、袖から出る袖がボフッとしてるのがいい。そう、袖がボフッとしてて、はい、こうなんかこうタイトなのか、はい、だからとしみさんとかも割とベストはタイトめで着るじゃないですか。あ、言ってた、うん、多分それはその分ね、インナーをボフッとさせるとバランス取りやすいし、はいはい、うん、可愛いかな。なんでこうしても可愛いんだけど、うんうん、なんかバランス取ろうと思ったらちょっと手首出してあげて、はい、こんな感じでボフッとさせた方が可愛いかなと思います。いいですね、可愛い。みんなとまたまた全くベクトルが違うレディーススタイルでのベストスタイルは、ね、参考になると思います。うん、大人でもいけると思います。ありがとうございます。おや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 、カリスマがいますね街中にカリスマが。こんにちは。おい、カリスマ。あ、寝てたわ。いやいやいや、下手くそ、芝居下手。寝てたんや。めちゃくちゃ寝てたんや。おはようございます。何ですか。はい、おはようございます、カリスマ。着用サイズ教えてください。はい、僕は L サイズを着てます。 L サイズ、はい。コーデは、コーデのポイント、今日はもう全部黒で
太いつきました。確かに、うんうん、でトップスにはあのスクリーンスタートワイパーのサーマル、うん、サイズはこれは L ですね。でボトムスが、WP1002 番の M52 のパンツになりますね、うんうん、はい、ザ・モノトーンコーデですね。ですです。けどこれトシミ迷ってましたね、サイズ L かな XL かなっつって。そうなんですよね。普段だったら XL 選びそうだけどベストはちっちゃめがいいって。そう、あんまり大きくなりたくない、うん、からまあ多分このサイズかな L まだ分かんないかな、うん、悩んでますね、はい。だけどどことなくいつもストリートでラフなやんちゃなお兄ちゃんっぽいけど今日小綺麗だ、かっこいい感じ。 それポイントはね、多分ここまで締めるとそう見えると思う。あーあーね、なるほどなるほど、確かにそれは参考になるかもですね、うん、このジップ開閉かボタンだけでも表情がだいぶ変わってくるというと思います、はい、そういう楽しみ方もあるか、はい、うん、かっこいい、ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、ということで本日はベストのコーディネートをご覧いただきました。はい、けどいいっすね、ようやくこれ今外ロケですから。ですね。そうなんですよ、夏は暑くてねスタジオの中でが多かったんですけど、うん、ようやく日中外に出てもあの暑くないというか涼しいめちゃくちゃいい季節になってきました。一番おしゃれしやすいですね。だから今後外でお届けできるこのシリーズもあると思いますので、うん、楽しみに楽しみに第4弾をお待ちください。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。